まるた、きりまるです。皆さんこんにちは、きりまるでございます。ということで、今日は久々の質問コーナーの2024年バージョンもやっていきたいと思います。インスタでみんなに質問をいっぱいもらったんで、どんどん答えていこうかなと思います。よし、ということでやっていきたいと思います。テンポよくパン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 って答えていくの。いくよ、始まるよ。なんかね、これめっちゃ多かったんよ。キリちゃんの MBTI を教えて。私は INFP。私今まで3回か4回やったことあるけど、全部仲介者ってやつですね。てかもう典型的な仲介者やなって自分で思います。なんか仲介者は一番生きにくい、なんか繊細気質とか、MBTI の中で一番生きづらい。生きづらいって言われてるらしいんやけど、本当にもうマジでそうなんやんか。私昔からすごいなんか気を使いすぎて、相手の感情に流されすぎて、自分がすごい一緒に辛くなるみたいな、すごい空気を読んじゃうわけよ。でけんさ、なんかこの前もイソップで、イソップめっちゃ普段から行くけん、いろんなもの使うんやけど、なんか話の流れ的に私が知らないみたいな、なんかよかったら試してみてくださいみたいな、ハンドソープ家にあるんやけど、いかにも使ったことない手でずっと私は話を進めちゃって、空気を見すぎて、店員さんもいろいろ教えてくれるよ。イソップで今まで登録したことありますかみたいな言われて、本当はあるんやんか。けどそれをありますって言っちゃうと、何買ったって履歴が全部残ってるやん。やべ、なんか一瞬でいろいろバレてしまうみたいな、大丈夫ですみたいな。本当は登録もしてるし、何もかも持ってるけど、全部やったことない初めてのイソップの、イソップ初心者みたいな体で言ってしまったりとか。年齢が若い時の方がそういう性格がめっちゃ強くって、なんかこの性格がゆえに空回りして、ああなんかなーって思うことは結構あったりしますね。典型的な仲介者です。これもめっちゃ多くて、彼氏の MBTI、 あー、彼は ESFJ、すごいしっかりしてますとにかく私と真逆ですね、はい。人生計画は立てるタイプですか？めっちゃ立てるタイプです。昔から不安症なんや。ちゃんと確信がないと行動できんタイプだよ。人生は何でも経験した方がいいやろっていうのはあるんやけど、なんかリスクをしっかり伴うものとか、これによって人生が変わってしまうかもしれんっていうものは、結構しっかりと先のことまで考えて私は行動しちゃうタイプなんや。看護師になった時も、看護学校行きながら私は SNS の道もやってて、なんか周りにはなんか学校辞めて SNS の活動やればとかもすごい言われやったけど、いやみたいな、これで SNS いつか私が干されたり何かあったり終わってしまった時に職がなくなってしまうやんか。私が SNS から消えても看護師としてやっていけるように資格は絶対取っておこうと、まあ、自分の夢は叶えてからこっちの道行こうっていうのを決めたんで、私は看護師になって、ちょっと将来のことを一回考えて資格取ってから今のこっちの道を選んだみたいな。あれですね、なんか貯金とかもそうで、なんか私の兄弟は割と浪費家、あったら使うみたいなタイプなんやんか。私はもう昔からお金もずっと貯めるタイプで、お年玉とかも絶対使わないみたいな、お小遣いも使わない、もうとにかく貯めて、なんかあった時が怖いやん、なんかあった時のためにみたいなのが常にあるから、不安症で先までいろいろ考えちゃうなっていうタイプですね。ナンパからの出会いはありと思いますか？もう今の時代とかさ、出会い方はもうマジ自由やと思うなんでウサギを飼おうと思ったんですか？まあ、昔から私本当なんかウサギをいつか飼ってみたいっていう夢があって、大人になって一人暮らし始めて、あ、飼えるやんってなったのと、犬猫アレルギーなんよ昔から。今になってだいぶ良くなったけど、結構ひどめのアレルギーがあって、犬猫ちゃんはもう絶対飼えないっていうのがあったけんっていうのもまああります。なんか家さ、うちんちの家ってさ、生き物ばっか飼っとって、ヤドカリやろ、カブトムシやろ、カメ、鳥、あとツバメも飼ったことあるし、ヤモリとか、なんかもうなんかすっごいいろんな虫とかも、魚とかもなんかいっぱいおって、本当に動物がもうめっちゃ好きです。あ、結婚は考えていますか？はい、結婚できるのは早くしたいですよ。私のお母さんはこの年で2人おったんか。でエミネの年ではもう3人いたかなって考えると、もうやば、普通に、でもってこの年で2人とかおったらもう、考えられない、こんなガサツでは子供なんか産めねえとか思うよね。マザコン男はどう思いますか？なんかお母さん大事にしてることはすごいいいことやと思うけど、私個人的には嫌です。最近のベストバイは？ですね、本当に買い物せんのよ、申し訳ないくらい。北海道この前行ったんやけど、北海道行く直前にギリギリで、あやべ、なんか買おうと思ってシーンで買ったら、なんかめっちゃなんか当たりで、すっごいあったかくて可愛くて、なんか写真映えするシーンみたいな、可愛いみたいな感じで。次、めっちゃ仲いいっていう友達を作る方法。なるほど、私も苦手分野
私のインスタとかをさフォローしてくれてるみんなわかると思うけど、私さ全然友達が SNS に出てこないのわかる？なんか泣きそうになってくるんやけど、本当に友達がいなすぎて。私もこの問題を定期的に考えるよ。私の性格に何ありなんかなとか、なんかいろいろ考えるけど、いやでもなんか思ったんよ。友達と遊んでる時間が一番楽しい人もおれば、一人でおる時間が好きな人もおるし、家でゆっくりするのが一番好きな人もおるやん。でさ、友達がさ絶対に多いのがいいとは限らんなって思ったわけ。こうわざわざさ作るもんでもないんかなとか思ったり、なんかそこまでして友達作りしなくてもいいんじゃねえかとか思い始めたんですね。通常に人見知りなんやな。最近ね人見知りがやばくて、自分の結構この問題を一人で抱えてマジでやみそうになったりするんやけど、家で一人でゆっくりするのが好きな人なんやっていう考えをすることにしました。なんかみんな YouTuber とかいろんなインフルエンサーさんとかみたいな、ああいうこういろんな人と仲良くみたいなのがないわけよ。私は人見知りで。あざと可愛いになるためには何をしてますか？あざと可愛い、あーでももうあれですね、全力でぶりっ子をすることです。例えば彼氏とか男の人に可愛いって言われるとするやんか。普通にさ、いやいや全然可愛くないですとか、いやいやそんなことないです言っちゃうけど、なんかそういう時はあえて反応しないみたいな。じゃあ例えばこう飲んでる、みたいな、まあ今の全然可愛くないんですけど、そんなことないよとかをあえて言わずに、なんかありがとうみたいな感じで、なんかあえて反応しないみたいな。結構反応を聞いてみるとかはいい気がする。あと結構何でも聞いちゃう、聞くとか、こうやって普段と違うリップとかこうつけた時とかに、ねえねえねえどう、これどう、どっちがいい、いつもと。なんでこういかに相手に可愛いって言わせる回数を増やすかですね。相手も言うことによって多分洗脳されていくんじゃないかなと思ってます。なんかあやっぱり可愛いんだって思うんじゃないかな。彼氏さんと質問コーナーをしてほしいです。確かに分かった。タイミングがやばい、やります。声出ししてないけど、なんか犯罪者みたいな声で大丈夫？きり丸ちゃんの最近ハマってることは何ですか？スイカゲー。何してる時が幸せ？ソファーの上で YouTube を見てる時が幸せです。基本的にほんとだらしないんで、何もしない時がマジで一番幸せです。次、キリちゃんの顔タイプは何ですか？あーやばい。なんか私はこれは診断してもらったことないけど、自分でやった限りはキュートタイプってやつ。次、キリちゃんを知れば知るほどほんまにガサツ、これからも応援しています。ありがとう。ガサツではもう済まされないですね。ただだらしないんじゃないかって最近はもう思います。はい、よく言ってガサツってだけなんで、もう生活が本当に人間の終わり。お風呂どこから洗いますか？クレンジング、頭、体、最後に洗顔です。キリちゃんの動画編集雑な時あってめちゃめちゃ面白いです。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。編集褒めてもらえるのかな。なんかもう本当に嬉しいんですね。私なんか最近気持ち悪い BGM を使うのが好きで、気持ち悪い BGM を見つけた時幸せな気持ちになった。何これみたいな。なかなか使う機会がなくて、いつか使いたいなって思うやつ流していい？ちょっと流すね。はい。次、なんで YouTuber になったの？なんかきっかけはありますか？おー、もともと看護師になるのが夢で看護師になりました。まあ、YouTuber やってなかったけど、看護師しよった時代から SNS は普通にやってて、もともと私パニック障害があって、でなんか看護師が多分きつすぎて、一時期それでパニックが再発しちゃって、パニック障害がすっごいひどくなって、うつ病にもなってしまい、もう何にもできなくなったんよ。心療内科に通院して、もうニートでみたいな。もうほんと朝と夜が昼夜逆転で、もうマジで分からんし、毎日地獄みたいな、生き地獄みたいな。このまんま私は何にもせず人生を過ごしたら、もうなんかどん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 自分のことが嫌いになりそうと思って、だからといって外には出れないし、なんか仕事もできる状態でもないし、なんか自分に自信をつける何かを見つけんととか、継続できる何かを見つけないと、なんかね、なんかここから脱出できない気がするとか思って、いろいろなんかまあ YouTube やったら自分の体調のいいタイミングとかで、一応 SNS 活動もやってたけん、まあ、見てくれる人ももしかしたらおるかもしれんとか、なんかいろいろこう考えて、まあ、家でできることと言ったら YouTube かなみたいな。最初は YouTube10 万人いったら私の中の目標達成やなって思ってたよ。ずっと
たらね、なんかもう本当、そしたらもうなんとまさかのこんなにもたくさんの方に見ていただけると思ってなかったんやけど、もうなんかそこから私の人生が本当にね変わったなっていう感じが、いやもう本当人生何があるかわからんなっていうのは思います。鬱とか私は絶対無縁やとか思いよったんやけど、いつどこで誰がなるかなんか全く分からんし、誰がなってもおかしくないなっていうのはね本当に思いました。あと本当にきつい。私は大きい怪我とかしたことないけど、そういう精神的なものってさ、生きてるだけでしんどいなと思っちゃうんやんか。日常生活がなんか生活しづらいとかではなく、なんかそれ以前の生きてることがしんどいとか、すごい肯定感も下がるし、なんか自分の価値も全部下げてしまうしみたいな、人生そのものが楽しくないみたいな感じになっちゃう。自分の心を大切にすることっていうのはね本当に大事なことやなっていうのを身に染みて感じたけん、なんか自分の限界を、自分の心の限界を迎える前にもうその環境からも逃げ出していいと思うよ。回避できる方法とか対策とかをね、なんか取ってほしいなっていうのは本当に思います。もうなってからじゃマジできついけんさ。お、インスタの写真は何のアプリを使ってますか？おー、基本的にっていうか全部 iPhone のノーマルカメラで撮って、であのビューティープラスっていうアプリがあるんですけど、それでちょっと肌加工をして、ここら辺をもうこうやるくらい、なんかもう言ってもさ、この YouTube で私は無加工を出してるけん、そんなに加工アプリは使わんでいいかみたいな感じ。ノーマルで撮ったらやっぱ肌が汚いんで、やっぱ絶対にあの肌加工はしますね。うーん、まだケツ1メートルある。はい。キリちゃん、Bリアルはやってますか？あ、なんかアカウントは作ったことはあるんやけど、やってないです。やり方が全くわからん。キリちゃんのファンクラブは18歳でも入りますか？もちろん。YouTube ではやってなかったんやけど、私はあのファンクラブができまして、ファンクラブでいつもね、いろいろ更新してます。多分もっともっと私のことをいろいろね、知ってもらえるかなと思うので、よかったら。待ってまーす。彼氏さんの家族と会ったことはありますか？ないです。彼くんの兄弟はみんな男兄弟なんやね。全員男兄弟なんやけど、写真を見せてもらったことあるんやけど、マジでイケメン、ジャニーズみたいなお顔してる。だけど会ってみたいなって思います。だけど会ってお顔をこう眺めてみたいなって思います。ズバリカラオケのお箱は？あ、これはびっくりするかもしれんけど、隠しきれない映りかがいつしかあなたに染みついた、何があってももういいの、くらくら燃える血を張って。エミネと似てるなって思うところは？あー、なんか性格は全然真反対で、あの人は結構はっきり言うタイプで、私はなかなか言えんタイプで、全然違うけど、あのガサツなところ、はい、私の方が多分度は超えてるかもしれないんですけれども、あの人も結構何も気にせず、何でもいいみたいな。で、私生活、何でもいいみたいなタイプだと思います。同じお母さんに育てられたんでね、うちら。夜の営みは週何回ですか？聞いてみますね。ちょっと私からはちょっと答えられないんで、ちょっと聞いてみますね。浮気されたら一瞬で別れますか？イエス。過去に浮気された経験があるんで、もうそれは確実にはいです。クソです。恋愛は自由なんで、他にね心移りしてしまうのはもう仕方ないかなとか思うんですけれども、別れてからにしろ、ちゃんと責任を持って整理しろ。ダッセーな、情けねえなと思いますね。どんな男は信用できますか？おお。だからもう私も本当に今までダメンズに引っかかりすぎて、もういろんな恋愛をしてきた件こそ、やけんこそ私もいろいろ学んで分かってきたんやけど、約束を守ってくれる人とは言葉じゃなくて行動で表してくれる人。次、顔が一番タイプの女優さんやタレントさん、インフルエンサーさんは誰ですか？おお。やっぱ顔が一番好きなのは、昔から石原さとみちゃんの顔がもう大好きで、私学生の時もう AKB が大好きで、あの AKB の神セブンの時代の時大好きすぎて、大島優子ちゃんが一番好きやったんけど、もう優子ちゃんの顔が本当に好きで、やっぱああいう子、さとみちゃんとか優子ちゃんとか見よったら可愛い顔が好きなんやなって思う。一番行きたい県は？私はこの前人生初の北海道に行ったんよ。でめっちゃ楽しかったよね。けど三大都市の名古屋にまだ私人生で一回も行ったことなくてさ、なんか名古屋に行ってみたいなって思います。最後、可愛い老いた弁は？可愛い老いた弁か。なんか周りによく言われるのは、イントネーションってよりは語尾に方言がつくんやけど、なんとかやけん、
なんとかしちゃんけん、なんとかしちょんけん、ゆっちょんけん、ちょんとかちゃんとか、ちょんとか、なんかそういうのが多いんやけど、可愛いって言われるのは、手をちって言うんや。例えばマネージャーがあれしてって言おったって、とかの時は、マネージャーがあれしてっち言おったち、とかあっちに変わるみたいな、なんとかしてってば、してってば、みたいな時は、してっちゃーって、ちゃーに変わる。もうなんとかしてっちゃー、もうそれやってっちゃー。ちゃーとちが可愛いんだって、大分のみんな。びっくりやね。なんとかちゃーっていうのが可愛いんやって、嬉しくねー。で、なんか来たんですけど、もうなんか、ほんとみたいになるやん。0から10の間、多い時は週12から15。全然しません。めっちゃ嘘しません。けど私たちね、結構あの AV 鑑賞を2人でしますよく。はい、ということで久々の質問コーナーはどうでしたでしょうか。あんまり需要ないことばっかり答えてしまったかもしれないんですけれども、最後まで見てくれてありがとうございましたということで、またということで、また定期的にやっていきたいと思います。ドルーン。実は今日は2月17日土曜日の3時7分。やば、今これを撮った後、私はこのまんますぐもう向こう行って編集して、これを今日あげる予定です。なんで、今日あげる動画、今日撮ってまーす。なので、ちょっとマジ編集全然間に合わないと思うんやけど、すいません。これは今日の、今日の私です。今日の私。ということで、じゃあまたやりたいと思います。これからもよろしくお願いします。ということで、じゃあ私、ツイッター、インスタグラム、TikTok 頑張ってますので、最高のフォローよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。またねー、バイバーイ。楽しい週末を。バイバーイ。